お待たせ、どうもトランジット原のこしです。そして。どうもトランジット新ですよろしくお願いいたします。さあ始まりました。トランジットのどこでもラウンジです。いやもうこれ本当にもう何回も言ってるふざけんじゃねえようですよ。これは本当に。何回も言ってんの。R. K. B. のテレビのあのエンターテイクっていうね。この番組がありまして、<ー>で何回も出させてもらってるんですよ。ありがたいことに。うん、そのロケで中洲川端商店街にね。行かせてもらったんですよ。メタセンというまだデビュー前のアイドル当時ね。と行かせてもらって。 ロッケしてたんですよ。そしたらなんか、やっぱりこの、昼とかになるとやっぱ賑わうわけですよ。中須川端商店街。うん、で、めちゃくちゃ人って、ワンサーがおって、で、やっぱりこのカメラもあれば、出演者も多いから、どんな人が来てんだろうってみんな見に来るんですよ。で、パッて見て、で、わかんないと。誰がわかんない。それも俺らは売れてないから悪い。で、行く、立ち去るのは全然いいんですけど、明らかに俺が、この、よ、通ってる真横を通りながら、 この3人組の若いやつらが耳元ぐらいの過ぎたぐらいで誰ってはっきり言うんですよ目的は何これのって思うのやっぱり <laughs> 意味は分からんくないこれらい反射でもう心の声が出ちゃってんのやっぱそうそうこっちからしらお前こそ誰やし <laughs> いやそれ誰なんお前それは向こう誰って言ってるあなた誰なんっていう <laughs> テレビに出てる感じがするからやっぱねイラつくわと思って俺でも誰より YouTuber の方が嫌やけどな 別に、えー、誰のほうがだから。 ゆ声に出す必要がないランキング一誰誰誰誰って何お前はお前名乗れやって必要な時もあるやろ誰っていや聞こえる声でよ相手にまあ耳元で誰はねマジ失礼っすよ確かにねよろしくないねそうそうなんかちょっと調べてみるぐらいの努力してほしいよのアイドルね年下のアイドルきつくて俺のとこ来て芸人の荒太さんですもんねとか言ってるんですよカバーされる方がハズいわ本当ね十 5歳ぐらいのね、女の子が結構多いんですよね、そのメタセン一番ちっちゃい子13歳とかじゃないのかな。でも、新たが、<laughs> 大丈夫、大丈夫、新たさんは明るいから大丈夫です <laughs> れ <laughs> ちっち,っちっありがとう、ありがとうね、 <laughs> ありがとうって言ってて言助けられましたよでもねマジメタセもねやっぱあのドンタクでデビューイベントみたいなんしてて SNS 見たらめちゃくちゃフォ、はい、ロワーとかめっちゃ増えてるやっぱねアイドルはねやっぱ強いですよ <laughs> すげえよなあれやっぱやっぱ見つかるんやろうねやっぱだからアイドル通ってこなかったからねそれ良さは分かってもそハマり方が分かんないのやっぱりどうですかスタッフさんアイドルハマったことあります男性も女性もも女ない まあ俺らも男性も女性もないからやっぱり俺もスキャンダルぐらいだもんなでもアイドルじゃないもんね、うん、アーティストだもんねアイドルって言われるのが嫌やったからねスキャンダルを今自分で言ってたけどアイドルの話からスキャンダルぐらいかな言えばいいねめっちゃアイドルやん、うん、アイドルじゃんガールズバンドやからいやなんかアイドルにはま、ね、り方とかねでこういう人がハマったらやばいんだろうなとは思うけどね、うん いやでも面白かったなんかね俺それで結構そのメタ線ンつながりのねツイートとかを結構見る機会が多くて何かやっぱすごい今年どんたくで 宝を見つけたたぞみたいなツイートでだから、その、やっぱ、ああいうファンの方々って、やっぱ、子さんというか、昔から知ってるみたいな感じなのがやっぱ嬉しいやん。あ、ドンタクって発掘場所なんやと思う。そうなんでだ。毎年デビューしてるんじゃないあそこで誰かが。すごいなと思って、面白いなと思いましたうん。だから、やっぱりこのアイドル、え、アイドルのライブ行ったことありますアイドルのライブはないかな俺、一回だけ行って、それがリンクさんの、あの、行ったんですけど、その、やっぱ、すごいライブハウス ですけども、そのマイク持ってるアイドルの声よりファンの声の方がでかいんですよ。その、<ー>そう男たちの声がもうすごくて、ねうん、なんかその圧倒された迫力にうん、うん、楽しむとかよりもなんかその異国の地に来たみたいな、なんかコールみたいなね。そう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 。で、全力でその押しの子が歌ってるときは、その推し推してるファンの人以外は。 黙ってるのよ、この。うん、あんま表に出ちゃいけないみたいな。うん、で、押しの子が来たら、この、押してるそのファンの人が立ち,立ち上がるというか、より目立って、この、コールみたいなのをして、周り人なんかそのキラキラみたいな感じで、なんか、その子、だ指さして、今こいつですみたいな。ね、そ,うそう、そうわ笑うというかさ、面白くて。いや、あ面白いよ。そうそう、だからその、この、 こ,れでこうなんかその今はいこいつこいつみたいな指さすのよの両手でコントコントなのよあれもうであとなんか推しの子以外の子、えー、が投げたファンサービスのボールとかを取っちゃったら一応取りには行くのよまあそれは行くよねまあで,で取りに行くんやけど横の人にちゃんと渡すのよええー、じゃなんで取り行くのと思って <laughs> だからやっぱそのあるんじゃない協定みたいなのが飛び込むのよバーンって飛び込んで取り行って優しく渡すみたいな <laughs> でもその取り行かなければいいじゃんって思うけどね すごいよなアイドルファンの方。うん、や、っぱかっこいいけどね。いや、やでもプロ根性みたいにそのアイドルの方たち、<う>リンクの方たちのね。しかもそういうの一回聞くと、なんかコールとかさ、その曲聞いた時さ、うん、勝手に脳内で再生されん。あれも歌詞の一部みたいになってるから、ね、タイミングでね、うん、うわーみたいな <laughs>、うん、ふっとーい声でね。 そうね。でもやっぱその、俺らってやっぱ憧れる芸人としては、例えば、えニューヨークさんが、えジャニーズと番組やったりとか、えぇ、かまいたちさんとか、バナナマンさんとか、バカリズムさんが、その、えまあえ坂道グループとかとね、番組やるみたいな、あるですか東京、大阪では。や,でではやりたいね。そう、あれの、俺ら福岡でメタ戦でやらせてもらってるわけじゃないですか。まあまあ、そういうこでね。もう、放送はまだあってないのを含めても3回か4回ぐらい一緒に。結構ね、いい感じのセットみたいになってる。そうそうそう。メタ戦が。だからなんかちょっとなんか、 メタセン顔もね、なんかちょっとなんかお、お,お兄さん的なね、<laughs> 感じで、まあどうせ多分向こうの方がバンって先行って。<laughs> 置いてかれ俺らが弟みたいになるかもしれないですけどもでも本当ねこの乃木坂とバナナマンさんみたいなねそうあれいいよなどっちもが頑張ればいいわけですからいやちょっとバナナマンさんはさ確固たる地位があるけど本当追い抜かれるとかわさないやあんまり俺ら本当にメホントに俺だって俺がメタ戦側だったらまず思うもいやお前ら誰なんだろその分かるよってで福岡でたくさんお仕事させてるのは知ってるとただそのその どううななのよよっていうところが全体的な知名度でもメタ線からそういうのを感じないのよほんと順に俺たちのことをなんかめっちゃ謙虚謙虚よねそうそうそうそなんかアイドルなんで私たちみたいな感じの子たちでもないしそうそう,そうでやっぱアイドル番組とか見ててなんかこの。 その人一人を掘っていったら結構やばい人みたいなケースがあるやんこの人アイドルで可愛いけど結構実際やばいんですよ私生活みたいな面白人間そう俺そういうのをあ作ってるのかなとか思っちゃってたけどメタセン見て分かった、うん、本当にやばい人多いやん本当に <laughs> メタセはねやばいんですよキャラ激強だからあれだから本当見つかってどんどん掘られていったらやっぱ余計ハマっていくんじゃないかなか義務教育課程を終了したとは思えない知識量の子たちが中にはいるから <laughs> <お前 S 1> <laughs> 面白いのよ、本当に。いや、めちゃくちゃ。それ見て見学に来てるお母さんたちも笑ってるのよ。それがすごく面白くて。やめてほし、あの、大喜利が面白いアイドルをやめてほしい。面白い。面白い。本人たちはボケてるつもりないから。それがずるすぎ。そう。やっぱ、フルでやってるっていうところがいよね。いや、だからエンタテイクも見ていただきたいですよ。そうですね。エンタテイク見てください。あれだけでやってます。誰かわかんなくても、誰とか言わない。人に対してね。傷つくから、人が。気をつけてください。ということで、じゃあ今日も行きましょう。KOR トランジットの、どこでもラウンジ。 オランジットのどこでもラウンジじゃあメールからいきまーす洋子香さんから届いておりますねなんか久々ですね洋子香さんありがとうございますあのお姉ちゃんのねまず姉の話ですがすみません勝手に恋して終わったようですえあ,あ,あったね姉が恋してますみたいなあれ勝手になんか隠れて電話してみたいなあ,ありましたねこそこそしていた期間はわずか2週間くらいでしたほう下打ちはい 詳細は聞けず、ここで調査は打ち切ります。うちの姉妹は仲のいい方なのですが、色恋トークに関しては暗黙の了解でしないことになってます。きっしょとか、ありえんとか、私が言うからでしょう。うん、周りの友人家族とかは、親も交えてそういう話題で盛り上がっているらしいのですが、お二人はどうですか とりあえず今日は姉に甘いものでも食べさせようと思います <laughs> なんでな <laughs> ありがとうございました <laughs>。ななんでなというメールが来てますけどね。わー色恋系の家族ね。いや、姉ちゃんとかどうなの姉ちゃん。いや、俺、全然言ってたけど。まあ、でも、俺が少ない方やと思うあの。 少数派の方なんじゃないかな。はいはい、全然俺そのあんまり恥ずかしいとかいう感覚はなかったかもしれない。昔から。なるほどね。こうも別に全然言ってたから、まあ、聞かれたら答えるし別に聞かれなかったら言わないしぐらいの感じかはいはいはい。か親にも別に言ってたもんな。うん、そっちの方が楽やったよね。なんかその 遊び行くとかなった時にまあまあそうね、うん、誰とってなった時にやっぱ彼女って言った方がやっまだそれに寛容な親とかやったらもう別に言ってもいいもんね、うん、だってそう厳しくなければねうんうんうん、うん、気象とかありえんとかは言いすぎよ洋子さんそれは <laughs> そうね <laughs> 色恋沙汰に <laughs> 妹があなたの妹からは聞かないけど俺は全部妹に言うからで今までの過去の彼女全部妹会ってますもん俺だって全員会って飯食ったり一緒にしてるみたいなで妹も全然オッケーだからみたいな、ね、だからその妹的にも <laughs> そのなんかあるらしくてその見るポイントが妹なりにでなんかお飯食い終わった時にそに「まあちょっと食べ方がね」とかなんかその妹なりの目線があるわけ怖いね <とか S 2> あなたの妹やねそうとか「めっちゃいい人兄ちゃんもめっちゃいい」「裏切んなよ」とか普通に言われる妹が「裏切んなよ」みたいなその妹は結構俺も信頼してるから一個判断基準になってんだよちゃんとみたいなだから俺は全部言うけども妹も一切。 まあ、マジで一切言ってこない本当になんか先週もそ,のそういう彼女系の立ち回りみたいなさ話したけど家族との付き合い方もめっちゃ大事やなそう考えたらな、うん、嬉しいもんねだってその自分の兄弟とかと仲良くしててなんか本当いなくても遊びに行くぐらいの関係性、うん、だって俺なしで飲み行ったり飯行ったりしたらそれいいよねなんかそれ<然>できるってめっちゃいいなと思うよねそう,そ,うそうね、うん えー、彼女か、あの、同期のデメキンのアツシかですよね。一緒に合わせてるのは。ってあ、妹に合わせてるのは。はそれがキショイやろ。うん何なんなんデメキンのアツシ合わせるデメキン同期のアツシはいつも俺に、お前の妹、いい妹やね。っ,っその,この、このトーンで言ってくるんですよ。 どっちかわからないって腹立つあいつその恋愛感情か可愛い,いとかで言ってるのか全く分かんないと思うんであいつゴールデンウィーク全然仕事なかった <laughs> <laughs> いいよあっちあっちのあいや楽しそうやったよでも俺だけ3連休とかよ朝4時ぐらいまでマージャンしてたよ一緒に俺,とで俺らがさ十時集合とかの時あったよ、うん、であいつさ毎日休みさパチンコ屋に並んでたのよ9時半やけんさ遅いねとか <laughs> 俺らより集合が早い,いね <laughs> パチンコがあるからきしょいよなあいつマジで <laughs> 何だ本当にまああの兄弟は俺らは話しますかね <laughs> ああ <ー S 3> <ー>話すそうだけちょっと俺らが特集なのかもしれない特に新田はね仲がいいからねまあそうね <あー S 3> だ,だって妹と彼女と糸島とか行ってましたもん、ね、大学時代とか、うん、そうそうそう,そうだってそもそも妹と糸島とか行くんだから新田は全然差しで行くそれが怖いもん俺からしたらなんかちょっと 全然すごいよね。まあ仲いいのはいいことですよね。そうそう,そうそうそう。だからもう、洋鹿さんもちょっと聞いて、聞いてみてないのかな。いや,いや、嫌なんじゃないだけど、それが。ヨシカさんも嫌ってことお姉ちゃんが、あんも、だらなんかあんまく両親、 ヨーシカさんはでも気象とかありえんとか言わなければ <laughs> お姉ちゃんも言ってくれるんじゃないはいはい、はい、教えてくれるんじゃないとは思いますけどね <laughs> 確かにうんでまあ姉に甘いものを食べさせてあげてください <laughs> 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 いつちょっと終わったのか分かんないけど失恋したわけでもないのかなそうねまあでもありがとうございました見えるありがとうございますヨーシカさん、はい、これからも送ってくださいお姉ちゃんのことでも何でも大丈夫です、ね、そうですねハレルヤチャンスもね送ってくださいぜひお,お待ちしております キングオブ・レディオトランジットのどこでもラウンジいやあの話変わりますけど、うん、あのロケでねあのピアノを弾いたんですよ初めて<ー>で俺人生で楽器を経験したことがなくてリコーダー以外、うんうん、リコーダーとあのあのハーモニカじゃなくて伸ばしたり縮めたりするやつアコ,アコーディオンみたいなアコーディオン懐かしいでアコーディオンからあそうとあとあは鍵盤ハーモニカこの3種類ぐらいしか学校でやらないからこの以外を経験したことなくて その自分で音楽を奏でるっていうのはもう歌だけだったわけやんか、うん、基本的には、うんうん、けどでもピアノなんてスポーツやってる人間からしたらもうじっとして何が楽しいのって思ってたけど、うん、やっぱ俺この自分で聴いて自分で感動するレベルまで行ったのよ、うん、そのロケで<ー>素晴らしいね俺本当に後悔してるちっちゃい時にピアノをやってなかったのピアノマジやりたかった<も>本当にゆかりと年上にいたのはピアノだけは習わせといてほしかった俺に。 マジでピアノっっっててかっこいいなっていなうでもね気づかんのよねなんかそのやっぱ小中の時とかさ親だけん言ってるな親にそのお父さんお母さんが習わせてあげたいっていう,いうこのやっぱね一音片手で出すのもむずいのに1時間頑張ったら左手も使えるようになってるんですよやっぱちょっと。 この成長で昨日荒田さ,、ね、<や> <laughs> さんが成長したっつって号泣俺の森山直太朗のど「桜」読書を聞きながら <laughs> で片手でこう指で押していくんですよ始まって1分2分で1時間の中でどれだけ上手くなるかってロケでその59分1時間後にうまあ、上手くは弾けなかったんですけど両手でででメロディーを奏でたんですよ <laughs> その時の達成感たるや俺ちょっと楽器舐めてたなっていう。 誰もせんやん全く楽器。い,いやめっちゃしたかったピアノあったギターとかさ。でなんかディレクターさんに「ピアノってめっちゃいいですね」って言ったら「ピアノってベースとギター一人で二つやってるのと一緒やからね」みたいな。うん、右手で、まあ、ギター弾いて左手でベースみたいな。まあ、そうだもんね。そうだもんね。伴奏みたいな。だからすごい競技なんだよみたいな。かっこいいんな。で意外とね多分ね集中したらできんのよ。<ー>入りは。そうね。うん まだねやっぱほんと小さい時は男がピアノなんてみたいな時代だったもんね俺らも言うけど、ね、でも、ね、中学高校ぐらいから男のピアノかっこいいなみたいな思い始める時きは違ダンスとねピアノのかっこよさに気付くんだよマジでかっこいいなって思い始めて遅くてでも遅くないのよこれが間に合うこれがなぜかっていうと俺が教えてもらった先生男の方なんですけども、うん、62歳、うん、始めたの52歳うええー、十10年えぐないっすか52歳でで奥様が ピアノの先生なんですよなるほど奥様に習ったんですねって言ったら奥さんは一つも教えてないらしいのえなんでこれなんでかというと始めたきっかけがなんか家にあったピアノをたまたまノリ漁師の旦那さんその52歳の方がノリ<ー><う>漁師のり佐賀ですからノリ漁師みたいな<ー>でそのノリ漁師の方があのー、このピアノ見て「誰でも弾けるじゃんこんなの」みたいな、うん、で冗談半分で言ったらしいんですよ「俺だって弾けるもん」みたいなそし奥さんが「えっ <laughs> あなたの武器は絶対弾けないから。うん ただそれでカチンと来たらしい「だ<う>分かったじゃあやります」って言ってそっから一人でずっと家で乗り漁やってない時練習して、あのー、その自宅でロケやったんですけど部屋中賞状だらけずわーってトロフィーとかいやーでなんか有名なもう超何千人って一気に魅了する一人で方のコンサートの前説とかやってるんですよですごいなその人をテレビで見てピアノやりたいってそもそも思ったらしくて。あー でその人も一緒に共演して徳永さんっていう男性の62歳の方の映画が始まってますえ<ー>映画化されてるんですよ主人公でまあでも激レアさん的な感じやもんなあまりにもこのとてつもない人生を歩んできてるからみたいな海苔<ー>漁師が何千人の前でめっちゃ綺麗な音奏でるみたいなはあ<ー>だからじゃ遅くない始めるってことお前いや可能性あるねマジで <え>まずはその2000円ぐらいのピアノから2000円のピアノから探して <laughs> お前もっと知識入れろやん <laughs> やるつもりなんやって2000円ありますよね2000円ぐらいのねえは2000円のピアノだって200万ぐらいだから,俺だから俺もったいないお姉ちゃんやってたからね俺もったいないマジもったいないチャンスやったねちゃん言ってたもん水曜日毎週すぐにマジでチャンスよそれ <laughs> であれ分かんないでしょどの位置とかもどの位置まあどっからなんかドバイさいっぱいあるよな だけどドレミア・ソラシドドレミア・ソラシドが俺もその状態でやって多分な国ってわかる黒い鍵盤あっ国権かるよ国鍵の左下の 2>, <laughs> いい2本3本2本3本なのよ国鍵って 2> ああの2本の左側の下がドらしいのよ ででこれでもすぐドが分かるって昨日教わってその学校では一回も教えてくれないですそんなの全然絵が浮かばんもんしかも俺黒い鍵盤,盤の左下がもう完全にドだって絶対に、えー、みたいな感じでそこからも黒鍵ってかっこいいっすよね響きが大好きなんか技みたいな響きかい左手でね同時に演奏した時の気持ちよさを味わってほしいしたらピアノやりたいって思うもんいや俺やっぱそのブルージャイアントを見て何ブルージャイアントってあの漫画ほうあのトランペットのうん、うんうんうん 漫漫画画があってそれジャズのなで主人公が吹くっていう吹いてその途中ねピアノが超うまい人出会うのよその人がもうかっこよすぎてねおうおう俺そっからピアノの憧れがもう強くなっただから本当にやりたいでも実際にやろうとはな,らなってないやろなだって高いもんそうだけど一回味わうチャンスあったら絶対ハマるもう完全にえー、もう完全に俺だって楽譜もらって帰ってきたけど触ってしまったら最後ってこと森山のの <laughs> なんでちょっとねそれチョイスなりその森普通なんか猫を振っちゃったとかじゃないですそのレベルやったら検証ならんやんだって弾けるようになったって誰でもなれるやんそんなんッっくらって難しいと思うむ,むずいむずいよあそうなん、ね、めっちゃむずいよそうなんかさこうちょっとゆっくりやんなんかそのあ何も知らんやつからしたらなんかゆっくりなやつって意外と簡単ってするんからでゆっくりでも音はたくさんあるからあ<ー>別にそスピードと音の量は関係ないやんだって あお前まず音符読める読めんよ。だけど全部レとか書いてもらって<ー>。で、この鍵盤の下にもドレミアソンシ打って。あ<ー>で、どこがどかっていうのも、やった状態でよ。全部挑戦みたいな。あースーツ着て、蝶ネクタイなんか、すごいなんか、坊ちゃんの発表会みたいな感じで、めちゃくちゃ緊張しましたけど。楽器ね。<ー>あと、ね、やるとしたら何や,り何やりたいと思う。バンドとか見てると。いや、まあでもギ、ギターかドラムじゃない。やっぱ、どっちができたら。 やっぱ鼻形でしょ俺やっぱベースやりたい、ね、ベースってだろなんか目立たん,や,んいやなんか4本やしさな、うん、なんかそのなんていうのかなこの弾く感じがかっこいいなんかその「ここ」じゃなくてうん、うん、ギターみたいにこう弾くんじゃなくてなんか弾いてこう指でやってるのがなんかめっちゃかっこいい、ね、もうそれやったらもうマジでとっておきのあれがあります楽器が<何>三振三振、うん、沖縄の三振あ,あ,のあれ3本はいはい、はい で、ね、めっちゃすごい音絡んでる。それこそ、この前、あの、アルケビラジオの、さやのワッフルで、さやさんとスタジオいるときに、沖縄の方が来られたの、沖縄にみたいな感じで。あ,あったね。で、三振の、あ、そう、え、ハローおったっけいや、おらんかったけど、<う>その、聞いた、それを。ああ、その三振の音聞いたい三振の音は聞いてない。何を聞いたの, <laughs> いそのえびっくりする。沖縄の人が来たっていう話あ、そういうこと、うん、その三振の3本の中で、1個の楽器以外の音も聞こえてくるのよ。うんすごい、しかも一気にやっぱ沖縄感出て。 めちゃくちゃ感動したの、ね、よそのい人はなん,かなんかロック三振のロックバージョンみたいな人<あ>ロックアーティストそんなもできるんやそうそうそれをもう完全に根付かせた人みたいなは<ー>めちゃくちゃすごい方で3本でロックはすごいないやいやすごかったよ まあでも多分それもお高いけどね,ね高いから始められないのよ結局まあでも本当そうだからさやっぱ趣味にしようとしてもお金かかるやっぱゴルフも高いしさまあそうね魚釣りとかも高いやんまあ高いねやりてえよなでもそうまあでも俺魚釣りはなんか中学の時のなんかあのなんていうのフィールドワークみたいので一匹だけ俺も一匹も俺釣れんかった一人だけ全クラスの中でもうそっから俺もう釣り座を持ちたくない俺釣り吉田で1500円で買ったやつでもう <laughs> こう川で釣りしてたら、結局その。俺らは釣るのが楽しいじゃなくて、川が好きだってなって。結局全員飛び込んで。遊んで、気づい誰も釣りしてなかった。のよ全員で釣り竿買って行ったのに。釣り具吉田で、あの、お、お、分かるの、釣り竿の。釣り具吉田。釣り具吉田で。かるよ。釣具吉田で、でかいのよ。釣り具吉田。釣具吉田。で買っていったけどみたいな。高い釣竿とかもね、こだわりだしたね。 めっちゃ高いらしいけんねあれさでもやっぱすごいよなバス釣りなんか俺の今髪切ってもらってる美容師さんがバス釣りをやってんのよ、うん、でなんかほんとお金かかるけやめた方がいいでも,もうマジでボートとかも自分で買ってるような人でバスで食えるの食えない。 えなん俺それが分かんないんだよね食っても美味しくないっていう,そうか食って美味しくない魚を釣る喜びを教えてほしいのよ俺だすごいしかもその人もだって行ってわざだって仕事前によ、うん、仕事前に行ってもうほんと県外とかも行ってもうひたすら待つんやって、はあ、それが楽しくて仕方ないらしいっていうことよね<う>だからそれが俺ら俺は俺らっていうか俺らは楽しくないのよもういやすごいよなじっとしてる時間がだからちょっとそのギャンブルとかと一緒なんかなっていうのはあるのよ、うん、だからこの 待ってる時間が嫌やんか<ー>っていうのを頭に置いた上でその先輩の誘いで対馬に旅行に行った時に、うん、船に乗って沖に出てもう沖釣り。 したらもう入れ食い状態ああれいい入れたらアジ入れたらなんとか釣れる状態だったから俺釣りに対して急にいいイメージになったのあめっちゃ楽しいじゃんみたいなだから、うん、うか狙う魚によっては待たないらしいから、うん、そうそうイカとかも来るのよ普通にあ,あいいね最高じゃんっていうでそれを食べれるのが前提やきいいってことそうもう最高もその場でさばいてもらってるめっちゃわかるわこれねやっぱ魚釣りしない人はみんなそう思ってるよな食べれない魚を釣ってど,どうするの <laughs> あと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 キャッチリリースのね <laughs> <laughs> えそのな何がしたいのって <laughs> その本来元来人間はその生きていくために釣りを始めたわけでしょ縄文時代とかさ、サオ<ー>とかカリとかガッてやってで釣って美味しいわやった何を返してんのって思うよ、やっぱその海にそ川にやっぱあれが不思議でならんもんいやでもやっぱこれってでもさ俺らその釣ったことないやバスとか,だか釣ったらあるのあるよえブラックバスブラックバスでっかいの マジでこんなおええー。を、ま、釣り堀なんや、でも。でも、それも全く釣れんのよもう、食いつかんのや、ていう釣り堀はそうそう、食いつ慣れてるからね、魚がね。二時間半待って、はい、あと十分でやめますときに、奇跡的に横で、横で釣れたのよ、そこで。釣れた。ぐーっと釣れたけど、その時に引きは確かに気持ちよかった。うん、でも、見て、耐えた。うわー 食べれないしないし美味しくなさそうだし <laughs> 何をしてんだろうって <laughs> う、ね、いやまあってなっちゃったねやっぱりでも,楽しいでもさ一回買ってしまえばお金かからんなとは思うけどね魚釣りって何かでも車がクなるのよ っていやいやそ,そういう仕様にしたらいいやんそのなんか密閉できるようなさ、うん、ちゃんとしただからちょっとでも餌漏れたりしたら終わりよまあそう、ね、だからそういう専用の車にしたりとかっ、うん、ていうかまずその外し気なんかもねお前この。 だかで俺対馬の時も外してもらったもん嫌やろあれだって嫌というかそうねいやろ慣れるまでに時間かかる慣れたとはもういい一回触ってしまうか一回目に時間かかるどうしても血とかも出るしねまあまあそうあとにい取れないっていうねだってアジをさ入れ食いでさ釣りすぎて先輩の家に戻ってさばく時に対馬で俺アジの鱗みたいなのを70匹ぐらい取ったのよもうホン 本何で <laughs> こんなにうろこあるんや。バイトみたいな。マジバイト。おい <laughs>、まあ、お前、沢、ま、田、あ、んお前食えんぞって言われて。よっしゃやるけど、もう全然取れんみたいな。 もうろこでもさばけるようにはなりたいとかあれはかっこいいから、ね、かっこいいよなそうよめっちゃよくないなんかその彼女とかからも喜ばれそうじゃないなんかうん、うん、一緒に魚釣り行ってさ、うん、なんかこのその釣った魚を夜食えるみたいなあと魚を3枚におろせるだけで俺その女の子好きになりそうやもんやだっらそれぐらいまである女の子おろせだって YouTube とかでバズってるもん、うん、女性漁師の3枚おろし動画みたいなそうあれかっこいいよねそれだけで需要あるんやなってやっぱ思うもんねあるよな なんやろうなんかちょっと趣味趣味見つけてななんかそろそろゴルフとかも俺は結局行けてないやん今まあまあでも趣味っちゃ趣味だ俺とかはもうだか趣味見つけるの結構得意やから俺は、ね、それこマージャンもだしまあマージャンもそうかそう俺だって暇さえあればもう食うことが趣味やからもう新しい店見つけてどんどん行くしなんか珍しいあんまりこう人がやってないようなこととかやってみたい,ない、ね、人をやってない趣味はやめた方がいいと思うえで共感できないからそう だから自分の達成感とかを結局誰かと味わいたくてやってんのよ一人ってやっても例えばやるのは一人やって釣りとかもね、うん、けど釣れた時の喜び分かってる人と話す時ってめっちゃ楽しいよ自分しかやってないのってな例えばあれその ペンギンギと泳ぐとか <laughs> 趣味趣味ペンギンと泳ぐとかそれ例えばさあるやん違うやんその競技とかその野尾忠敬以来の,あの,その測量とか全国測量とか自分,測量自分測量とか,とかそのの自分しかやってない趣味ってきついと思うよ終わりないしまあそうかそう先駆者もおらんやんだってそれってでもなんかそのやっぱ面白かったなんかあれとかもさ、あのーまあ、その芸という面ではいいかもしれないよあそうそうそう、うん、それもあるけん確かにちょっとやってみたいっていうのはあるよねなんかあの森田さん何やったっけ 名前忘れモルクモルックだモルックとかもさやったらめっちゃ面白いやん面白いなんかそういうの多分めっちゃ眠ってるやん多分このようにねうんこのようにそうねあれだけは俺ねめっちゃ怖いなと思ったクリケット俺ねタイでタイに旅行行った時にたまたま俺見たのよクリケットあれ危ねえあれマジ危ないよマジ危ない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 あれ日本のプロ野球選手がタイにいてもレギュラー取れないからね ルは野球に近いもんね近いけど遠いねめっちゃ遠いあの近くて遠いあの近くて遠いあの宗像市民が行きたいけどちょっと偏差値高いけど宗像近いのに行けないみたいぐらい近くて遠い近くて遠い宗像あれぐらい遠いぐらい離れてる野球とはああなるほどね。本当に離れてるえそれ知ってんのそのクリケットのルール俺クリケットの特集見たのよ西の選手が クリケットでレギュラーをプロになるために戦力外になった後渡ってんのだけどその投げさせてももらえないのもともとそもそもはああのプロ野球選手がよ肩で打ってたプロ野球選手あれさボールって鉄いや鉄までよ鉄は飛ばんから <laughs> けど硬い,い硬いし公式ボールより硬いってことやろわあでもどうな公式はそもそも石やからねだから公式より硬いかどうか分かんないけどでもその例えば一回転して投げるとかああ あーぜ360度どこ打ってもいいとか、はあ、もういろんなルールがあってもう全く違う野球とはもう強い<ー>練習できる場所もかけられるとし危険やからえ一塁二塁三塁はあるいや多分そんなもんないんじゃないかな<え>ぐらい違うと思うあじゃ,じゃあじゃ無理だねそう全然無理クリケットし始めるのもレベル高すぎるあれはもう,もうすごい本当にプロ中のプロしかできない競技そうねうん<ー>今でもニュースポーツとかもいっぱいあるからな いやそうよなんかちょっと変わった趣味持ってる人とかいないかなこれ珍しいですみたいなちょっと教えてほしいどうせするんやったら舞台で披露できるやつがいいけどねそうやなだから簡単なやつがいいよねうんまあ簡単というか時間はかかってもいいけどみんなの前でできるみたいなそうそうそう道具が一個しかいらないとかがいいよそういう感じのやつがねやっぱでもオカリナさん最強よじゃすぐやれるからオカリナさんのオカリナオカリナさんのオカリナは最強ですよオカリナさん名前にしてるぐらいやからそうねそうねそりゃすごいよっていうね ちょっと何か始めます頑張って頼むよ本当趣味 D I Y とか始めたらあなたはピアノ始めます <laughs> すみませんあの先週に引き続きなんですけどすみませんあのピアノが欲しいです皆さん <laughs> やめろやぜひよろしくお願いします二百万とかするヤマハでお願いしますすみませんグランドピアノでしょお前が言ってそうねよろしくお願いしますはいということで今日はこのままエンディングでございますありがとうございました。 皆さんたくさんメール送ってください。ハレルヤチャンス、あなたの過去に戻りたい瞬間、まあトランジットに聞きたいランキングなどなど募集しております。まあちょっと変わった趣味持ってるよとかね、いう方いらっしゃいましたらメール送ってくださればなと思います。もちろん、普通のメッセージ、応援メッセージでも構いません。送ってください。メールアドレスは kor.rkbr.jp、kor.rkbr.jp となっております。 インスタグラムのダイレクトメッセージに送っていただいても構いません。KOR でインスタ検索してください。よろしくお願いします。ということで、今日も30分間お付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。絶対子供にピアノ習わせよう。タクジ この番組はリサーチなし打ち合わせなし台本なしインタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし8つのなしでお送りしています私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか福岡の地名が出てきますよ